皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただき、温かいコメントもいただき、えー、ありがとうございます。早速ですが、今回はですね、告知動画でございまして、なんとなんと、私の本が発売されることになりました。実は去年、えー、私の YouTube を見てくださいました、角川出版の方から、 本を書きませんかというですね、まあ、信じられないオファーをいただきまして卒論さえ書かないままこう大学を中退してきた私アラフォーユーチューバーに一体何が書けるのかなと、まあ、最初は本当に疑問だったんですけれども担当者の方とですね本当に二人三脚で1年間かけてえようやく私の卒論が完成いたしました。題して じゃーん。はい。フランス人は生きる喜びを知っているというですね、まあ。いろんなことを好きなように書かせていただいたんですけれども、これあの、まだ現物できていないので、家でプリントアウトしたカバーです。柱となる、まあ、テーマとしましては、まずですね、やっぱフランス流の人生の 楽しみ方3章3章3章ここですねあ違ったこっちだった、えー、バカンスのために働きバカンスのために生きるオ、まあ、フランスの庶民のバカンスについてですねバカンスの過ごし方だとかオフランスの人気のバカンス地の魅力について語ってみたりですね2章の方がアペロホームパーティーカフェとなっておりまして日常生活の楽しみ方を語ってみたり あとはですね。まあ私人生半分。 半分以上かな、もう。<laughs> 今年45歳です。はい。多分半分以上生きてきましてですね。まさに中年の私の女性の目線で、えー、書いた一章がですね、人生で愛するチャンスを逃さない。熟女大国の輝くおばさんというタイトルなんですけれども、まあ、年を取ることを女性が楽しめるという、ね、えー、おフランスの女性を私が観察しながら思って、 たことを書いてみたり、えー、まあ分析したりあとこうごく普通のパリの庶民の生活食卓フランスのリアルな食卓となっておりまして私の周りのママ友たちに「毎日何作ってんの?」って言ってねアンケートを取りましてあとはですね、まあ、5章ですね「おフランスでの出産子育て」6章の方が家も車もパートナーも中古。 というねオフランスの住宅事情についてにも触れておりまして3本目の柱となるテーマとしてはやっぱり海外永住組のリアルとパリ在住というと聞こえはかっこいいんですけれども、まあ、在住でもいろいろありまして私みたいなんですね頼まれてもないのに来ちゃったお金もコネも何もないみたいなねあるのはフランス語で喧嘩ができるだけのレベルのフランス語会話力みたいな手に職もないみたいな。 こんな私が23年間居ついて実際はどうなのかとか国際結婚についてなどなどですね語っております7章の方では私のパリ愛良子のパリガイドということでガイドと言ってもですねガイド ののようにおおすすめのレストランお店といったご紹介ではなく昔から変わらないこれからも変わってほしくないパリの魔法のような魅力について私のパリへのラブレターのような感じでございましてで最後8章ですねそれでも愛してやまないおフランスいいこと尽くしじゃないオフランスですけれどもね、まあ、それでも人も街も人街 一旦惚れてしまったらもう欠点も愛するしかないというね、まあ、いろんなアジア人差別の話だとかですね、まあ、そんなことも含めそれでもおフランスを愛してやまない私の、まあ、独り言みたいな感じですけれどもでではおお伝えしきれななかっった部分すすね詰め込んだ一冊になっておりますフランスの知られざる一面を発見してお楽しみいただければ幸いでございます。 とということで、Amazon の方でですね先行予約販売というのを開始いたしておりますので概要欄のリンクの方から是非是非ポチってくださいませ。ということで次回からはパリの今をお伝えしていく動画を配信していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ままたた次回お会いいたしましょう。